ドキドキしていた。いよいよ長野の山間部も本格的な秋を迎え、霧の出る日も多くなり、気温もぐっと下がり、衣替えの次なる冬支度は暖房器具の準備なんだ。そうですね、やっぱ冬はね、寒さが半端ないし、雪もねどっさり積もるんで、基本的にはね、いつ停電してもね、暖を取れる石油ストーブを軸としてますよね。エアコンだったりね、石油ファンヒーターだったり、最近の暖房器具はもうほとんど電気を使うでしょ。もうね、停電なんてしたら人生積みますから、本当に。家の1階は 1LDK の間取りで、 LDK には業務用の石油ヒーターとスノーピークのレインボーストーブ、和室にはアラジンのブルーフレームストーブと豆炭こたつ。エアコンはあるんだけど、夏も冬もほとんど使わない。基本親父はリビングにいるから、昼間和室は全く暖房を入れず、夜になったらアラジンのブルーフレームストーブに火を入れ、豆炭こたつをセットし、寝る前にストーブを最小にしたまま寝るんだ。このね、ストーブの暖房って好きなんですよね。灯油を燃焼させる匂いとかね、あと豆炭こたつの匂いとか、もう冬だなっていう実感が湧いてきて。ただね、山やっぱりその寒さのレベルが違うし、この建物自体が断熱構造になってないので、燃料費とかすごいんですよね。だからいかに効率的な暖房システムをね、今後構築していくかが、課題なんですよね。たまの庭キャンでもテント内にストーブを持ち込んで暖を取りつつ、簡単な料理もする親父。さまざまな暖房器具を持っているわけなんだけど、それらをどのような思考で使い分け、2年目を迎える山の冬を越すつもりなのか、その辺を探ってみたいと思うわけで。どうも、リゴロウです。この寒い、山の冬、いよいよこれから暖房費との戦いが始まるわけですけど、暖房器具っていろいろありますよね。電気、ガス、灯油、さまざまな、エネルギーで温める暖房器具の中で、じゃあ一体何がベストなんでしょうか。で、個人的に昔からね、石油ストーブが大好きなんですけど、じゃあ石油ストーブって果たして経済的なんでしょうか。で、そもそも暖房ってじゃあ何なのとか、石油ストーブのね、立ち位置だったり、燃費だったり、あとは今ね、このスノーピークとアラジンのね、石油ストーブを基本的に使ってるんですけど、この辺の商品のね、比較検証なんかもしながら、いい点悪い点をね、洗い出してみたいと思ってます。で、今回は、石油ストーブのね、立ち位置の把握、あと電気、ガス、灯油、エアコンなどね、様々な暖房器具の、燃費の比較、石油ストーブのね、メリット、デメリットだったり、スノーピーク、かっこ豊臣ですね、アラジンのね、ストーブのスペックやね、価格などの比較だったり、じゃあどういう人がね、このスノーピーク、またはね、アラジンのね、ストーブに向いているのか、という流れでお話ししていきたいと思いますけど、石油ストーブだとかね、スノピだのアラジンだの、興味のない方でもですね、この冬に新たにね、その暖房器具の購入を検討されている方であれば、少しはね、参考になるお話になるかと思いますので、このままね、最後までご覧いただけると嬉しいです。暖房器具を語る上でですね、まず理解しておきたいことが、暖房の方式と暖房空間なんですね。で、この図を見ていただきたいんですけど、暖房の方式には、空気自体を温めて循環させる対流式、暖かい面から出る赤外線が当たる箇所を温める輻射式の2種類があるんですね。で、代表的な暖房器具を、この2種類の暖房方式、そして温めることができる暖房空間別に分類するとこうなるんですね。で、複数人が過ごす部屋全体を温めたいとか、自分一人がいる場所だけ部分的に温めたいとか、暖房器具はね、使用する目的に合う暖房方式と暖房空間を基準に選ぶのが正しい選び方の基本ということなんですね。で、例えばハロゲンストーブだったり電気式ファンヒーターなんかは、部屋全体を温めることに向いていないことが分かります。つまりハロゲンストーブとかは、広めの部屋にはね、不向きの暖房器具と考えることができますよね。で、石油ストーブは右上の対流式で、かつ部屋全体を温めるというカテゴリーに属するわけですね。で、暖房器具に使用するエネルギーは一般的に電気、ガス、灯油とあって、で、これらのエネルギー源を使用して暖房するときに得られる暖かさは、熱量、カロリーですね、として表されるんですけども、それぞれ一定で変化しませんっていうエネルギー保存の法則っていうのがあって、で、これは理学における基本的な法則の一つで、ある種類のエネルギーを別のエネルギーに変換した場合も、そのエネルギー量は変化しないんだよっていうことをね、説いたもので、つまりはですね、電気エネルギー 1kWh のエネルギーは 860kcal で固定ですよっていうことで、これは変化しないんだよっていうことだけね、覚えていただければいいってことです。じゃあそれらの暖房効率の熱量を示す指標って、キロワットアワーだったりとか、キロカロリーだったりとかちょっとややこしいので、整理するとこうなります。灯油は1リットルあたり 8,771 キロカロリー、ガスは1立方メートルあたりで 9,818 キロカロリー、電気は1キロワットアワーあたり860キロカロリーとなりますけど、灯油、ガス、電気はそれぞれね単価が異なるので、これを1円あたりの熱量として整理するとこうなるんですね。で1円あたりの熱量は、灯油がね97キロカロリー。ガスが70キロカロリー、電気が35キロカロリーという数値になって、つまり暖房効率コスパランキングでは、灯油が最もね優れているということになりますね。どれくらいのね差があるか分かりやすく、灯油1000円分の熱量と同じ熱量を出すのに必要な金額の比較を出してみるとこうなってですね、こう見ると特にね電気はめちゃくちゃコスパがよろしくないことが分かるかと思います。同じ熱量を出すのに、灯油の3倍近いコストがかかりますからね。しかしですね、電気式暖房器具の中には、唯一の例外があって、それが皆さんおなじみのエアコンです。エアコンはヒートポンプ技術が用いられていて、電気エネルギーを使いながら、外からまたね別のエネルギーを集めて熱に変換するので、先ほどのエネルギー保存の法則の例外となって、1キロワットアワーあたり860キロカロリー以上のね、熱量を生み出すことができるんですよね。でエアコンのヒートポンプ技術というのは、電気を、熱や冷気に変換するんじゃなくて、省電力で、効率よく空気を圧縮することで、熱や、冷気を作り出してるんですよね。で空気は圧縮すると熱くなって、膨張させると冷たくなるという性質があって、例えば自転車の、タイヤに空気を入れると、中は温まりますよね。でこの特性を利用して、エアコンは、効率よく部屋を温めていて、逆にね冷房の場合は空気を、膨張させて冷やすんですよね。例えばヘアスプレーとかデオトラントスプレーとかね使うと、缶が冷たくなりますよね。でそのエアコンのね性能を示すのに、COP とかね AFP っていうのがあって、最新のエアコンだと COP で 5.5 倍程度のね数字を出すものもあるんですけど、でこれは単純に、電気をそのままね熱に交換する暖房器具に比べて 5.5 倍の暖房能力があるということになるんですよね。で電気1キロワットアワーあたりの熱量は860キロカロリーって言いましたけど、仮にこの COP が 5.5 倍のエアコンであれば、4730キロカロリーの熱量を得ることができる計算になるんですよね。これを電気代1円あたりに換算すると、熱量196キロカロリーとなって、エアコンはガスファンヒーターや石油ストーブと比較しても、はるかに暖かくかつコストパフォーマンスもいい暖房器具であるということになります。ただしこれは最新のエアコンの話であって、旧式のエアコンの場合だと逆に暖房効率が悪いものもありますので、ご自宅のねエアコンの暖房効率を知りたい方はぜひねこの COP や AFP の数値をチェックしてみてください。でなぜ僕はこれらのね石油ストーブを使うのかをお話ししたいと思いますけど、その理由はこれですね。一番は電気を使わなくてもいいということで、これが最大の理由ですね。特に災害で停電した時や、キャンプとかアウトドアでね簡単に使えるという点が大きなメリットかなと思ってます。で次が、お湯をね常にタダで沸かせるということ、お湯が常にあると、料理やねお茶などの飲み物にすぐ使えるということと、なんといってもいちいちお湯を沸かす必要がなくなるので、経済的ですよね。そして加湿効果があるということも大きいんですよね。でエアコンや石油ファンヒーターは、部屋を温めるだけの機能しかないのと、部屋が、乾燥するので、特に加湿器を用意する必要があるんですけど、加湿器って割と電気食っちゃうんですよね。で経済的な点から考えても、このお湯を、常に沸かせることのメリットはすごく大きいと思ってます。あとは静かなところ、全く音がしないので、撮影とか寝る時でも、ストレスは全くないんですよね。あとは特にこのねレインボーストーブに限った話はあるんですけども、めっちゃ明るいんで、照明としてのね機能を果たすので、何かねパソコンで作業したりだとか、映画を見るとき、あとはキャンプの時なんかも、照明はねこれだけで事足りるし、なんといってもオレンジの光がですね、癒し効果絶大なんですよね。ただ逆に明るすぎたりとか、明るいのがね嫌な方もいらっしゃると思うので、そういった方はですね、このねアラジンのブルーフレームを使われた方がよろしいかと思います。で僕はアラジンはですね、和室でね寝る時用に使ってます。あとはですね、移動火力調整ができるという点なんですけど、これは対抗馬の、薪ストーブと比較した際のメリットですね。で薪ストーブは完全固定だし、急なね外出時に簡単にね消せなかったり、あとはね火力の微調整ができないっていうのがまあデメリットなので、あえてここでね触れさせていただいたんですけど、僕のように寒冷地にお住まいの方であれば薪ストーブという選択肢もあるんですけど、薪ストーブはね、いつか我が家にも導入するつもりではいますが、例えばね薪の乾燥がちょっと甘いと、ヤニで煙突が詰まりやすくなったりとか、それが火災の原因になったりだとかね、薪ストーブはねお金がかからない分、手間がかかってしまうので、別の意味で、プライスレスというか、石油ストーブとはね、次元が違いすぎるんでね、導入時にはまたご紹介させてください。で逆に石油ストーブを使うデメリットもあるので、上げさせていただくとこんな感じですね。やっぱ火なんで、火災や火傷に気を使わなければいけない点、あとは風を起こさないので、部屋を温めるのにどうしてもね時間かかるということと、メンテナンスについてはですね、4、5年に1回程度、芯の交換するくらいなんですけど、これは石油ストーブならではの、面倒な点ですよね。次に匂いですね。灯油独自の匂いは僕は好きなんですけど、そもそもその油の匂いが嫌いな方は NG ですよね。あと環境適度に行わないと一酸化炭素中毒でね積むなんてこともなくはないので、特にテントの中とかは、注意が必要ですよね。最後ね、これが一番厄介なのではないでしょうか。灯油の管理ですよね。で僕はそんなにね量を使わないので、20リットルのね灯油ポリタンク2つ、これですね、これをね2つ用意してるんですけど、ここに置いてるんですけど、これをねガソリンスタンドに持ってって、入れてもらってます。灯油ってね置き場に困るんですよね。で横浜のマンションに住んでた頃は、近所の酒屋さんか米屋さんかな、灯油をね配達してもらってたんですけど、その時はベランダにねボックスを置いて保管してました。で今はねここにこの下にね置いてるんですけど、ここに置くとね気になるのはやっぱり匂いですよね。で匂い対策の一環として僕はねこれを使ってるんですよ。このポンプですね。このポンプを使ってるんですけど、これアラジンのものなんですけど、このねアラジンの給油ポンプを常にセットしておくことで隙間がないので、匂いがほとんどしないんですよね。でこのままスタンドに持ってって、このね反対側から給油してっていう風に使ってます。この給油ポンプはね電気を使わずタンク内にね圧を加えることで給油するタイプで、トリガーもあって、給油時もね手を汚すことがないのでかなり重宝してます。でおすすめなんですけど、これ結構高いんですよね。で買った時は 4,000 円台だったんですけど、今値上がりしてねもう 6,000 円以上もするので、見た目にこだわらなければ、これもね高木っていうメーカーの OEM 品なので、安いね高木製のものでもよろしいかと思います。ということで本題ですね。じゃあどのタイプの石油ストーブがいいのかってことなんですけど、で今はねこのアラジンとスノピの似たようなねサイズのものを使ってますけど、前置きとしてこのスノピのねレインボーストーブ、見てお分かりのように豊臣、これ奥にあるのが豊臣、赤いのがね豊臣のものなんですけど、この豊臣の OEM 品なんですよね。見た目が違うだけで、物自体はほぼほぼ同じものなんです。豊臣とスノピーク、主な違いなんですけど、もう本当もう形は一緒です。中も一緒です。もうほんと見た目、このロゴが違ったりとか、あとこれは2017年モデルなんで2017年エディションって書いてあります。ハード面での違いは、まずここですね。ここに水平器があるんですけど、豊臣にはないんですけどスノピにはついてると。水平器なんてほとんど使わないっていうか見ないですけどね。で、このガラス部分にちょっとしたね絵が描かれてるんですけど、これ毎年違うんですよね。それぐらいです。あとは細かいことを言うと、ここに電池が入るんですけど、着火用のね。この豊臣の方はなぜかここが黒っていうね、これがよくわかんない、これ細かいところですね。でもグリーンのも僕持ってるんですけど、グリーンはこうちゃんとグリーンなんですよね。これものによってやっぱり違うので、一概には言えないんですけど、あと違いはここですね。これストレートになってますけど、こっちからメッシュになってますよね。ただこれ現行モデルはね若干この例えば転火ボタンがなかったりとか、現行モデルはこれ回すだけで転火モードになっちゃうので、これがなくなったくらいですかね。差はほとんどないです。値段は大きく違いますけどって感じです。なのでここからはアラジン VS スノピー豊臣という比較でね進めていきたいと思います。でまずスペックはこんな感じになります。内容は似たような感じですが、大きな違いはまずタンク容量ですね。タンクは小さいと給油頻度が増すので、大きいに越したことはないんですけど、スノピの方が上ですよね。で重さもスヌーピーの方が軽くてサイズもアラジンより7センチほど背が低くてコンパクトなので、アウトドアで利用されるならスヌーピーがおすすめですね。で、暖房出力についてはこれね、メーカー側が独自で出してる数値なので実際どうよって思うかと思いますけど、数値的にはですね、アラジンの方が出力が大きいんですけど、で僕は何年かいろんな部屋でね2つとも使ってますけど、スヌーピと比べて差はないのかなって思っていて、むしろねスヌーピの方が暖かいんじゃないのかって感じてますので、この数値はね、あまり真に受けない方がよろしいかと思います。で注目すべきはやはり燃費ですよね。でこれは僕が独自で弾き出した数値なんですけど、燃料消費量をタンク容量で割り出したもので1リットルあたり何時間燃焼できるかっていう数値です。この数値だけを見ても、ほぼ同じ熱量を出すことにおいてはスヌーピの方がアラジンよりも長時間燃焼することができているということで、これ実際に長年自分も使っていて、それはね肌で感じてます。でぶっちゃけアラジンはね燃費悪いです。はい。で次は、アラジンのねもう製品ラインナップと価格ですね。で大きく2タイプに分かれていて、違いは炎が見えるか見えないかっていう点とボディの色だけですね。でそれ以外は全く違いはありません。で価格はメーカー直販と Amazon ではね価格差があるので、買われる際は注意が必要です。限定品を買う以外は、メーカーでね買うメリットはないので、なるべく安いところで買うのがよろしいかと思います。しかし高いですよね。で次がスヌーピのラインナップは、この2つですね。で毎年10月に限定販売される、レインボーストーブと呼ばれるものと、最近発売されたグローストーブという、2種類です。で大きな違いはグローストーブは熱源の構造が変わって炎の光がなくなったのと、赤熱式の遠赤外線効果によって、側面方向への暖房効果をアップさせる仕様になったってことですね。でこれはアウトドアで使用する際には、すごくね大きなメリットだと思います。でスヌーピはメーカーだろうが Amazon だろうが価格の差はありませんけど、やっぱりねスヌーピもアラジンに負けず劣らず高いですよね。でこの2つのスペックの違いはあまりないんですけど、大きな違いは軽さと大きさですね。でグローストーブはレインボーストーブに比べて 1.5 センチ背が低くなって300g ほど軽くなってるんで、まさにねアウトドア方向に寄せてきてる感じが伝わってきますよね。でタンク容量や暖房のパフォーマンスについてはもう僅差なので、ほぼ差はないと考えていいと思います。で先ほども触れましたけど、スヌーピー製品は豊臣の OEM 製品なので、中身は同じなんですよね。で当然豊臣の方が値段が安いので、コスパ重視なのであれば豊臣を買われるのがよろしいかと思いますが、でこれはアラジン、スヌーピー、豊臣のね一部製品のリストなんですけど、製品ラインナップが少ないアラジン、スヌーピーに対して、豊臣はね基本構造は同じなんだけども色やデザインが違う製品が多くて、選択肢も豊富なので、検討してみるのもねよろしいのではないかと思います。で僕は最初に買ったのが豊臣のレインボーストーブで、昔はもっと安かったんですけど、最近になってねこの界隈はねほんと総じて値が上がってるんですよね。最初に買った豊臣のレインボーストーブなんて1万円台だった記憶がありますからね。で参考までにですね、最新の価格もね比較してみたいと思いますけど、こんな感じで、アラジンは何から何まで、いちいち高いんですよね。芯はタンクのね、灯油が空になるまで、燃焼したりすると減ってきたり傷んだりするので、交換周期は使い方でね変わると思いますけど、自分はまだねそれぞれ1回ずつしか交換したことはないんですけど、45年に一度くらいがいいのかなとは思ってますが、芯を変えないと、火力がねだんだん弱くなってきたりするので、こまめにね変えられた方がよろしいんじゃないかなと。では僕がね実際に使ってきて、アラジンとねスヌーピー、豊臣、どんな人がねどれを買うべきかという、自分なりの見解をざっくりとお話ししますけど、レインボーストーブは、スヌーピー信者の方、安さを重視したい方は豊臣ですね。で機能を重視される方はレインボーストーブがおすすめです。特にアラジンの点火はですね、上に夜間とかあると一旦ねその下ろさなきゃいけなかったりとか、結構面倒なのと、でこんな感じで点火の際はですねちょっとソフトに扱わないと火が消えたりするんですよね。あと火力調整幅もアラジンの方はねかなり狭いんですよね。あとは携帯性重視でアウトドアで使うことが多い方はやっぱりねスヌーピーがおすすめですね。アラジンの方はやはりねデザインだったり、ストーリーやね歴史を重んじる方におすすめですよね。特に古い家や和室にすごく合うのがアラジンなんですよね。もう機能なんてどうでもいい、もうとにかくこれじゃなきゃダメっていう方がね、アラジンをチョイスされてるんだなと思ってはいますけど、実際に使ってる肌感としては暖房能力、使いやすさ、デザイン、コスパ、総合力ではね、間違いなくスノーピー、豊臣の方が上であると断言しますけどね、アラジンはアラジンで、そこをね超越したところでの魅力があるというか、そこにね存在するだけで満たされるオーラを放つアイテムで、どちらも個人的には好きだよっていう、どっちつかずなね結論となりましたけど、一つだけ言えることは、灯油のね扱いは面倒だけれども、それを除けば災害時やね非常時に暖房や煮炊きができる石油ストーブは一家に一台あって損はないアイテムなのかなと思ってます。本当おすすめです。ではまた。